時は世紀末。世界は最終戦争の豪華に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。 ケツを拭く髪にもなりゃしねえってのによ。世は再び暴力が支配する時代になっていた。偵察隊の奴らが何者かに。 こんなことを。ジードのメンバーと知ってのことか。ジード、それにしても死体が変だ。全部体の内部から破裂したような感じだ。ジード、まだ息がある。何があったんだ。北斗。一体何が。 今から数時間前。 ありがとうございました。おかげで水を無事に届けられました。どうぞこちらへ。ささやかですがお礼をさせてください。 随分喉が渇いている様子。町から水を取ってきます。少しお待ちを。
時代に何を甘いこと言いやがる。なあ、正直に言えよ。てめえだってどっかでこの村の噂を聞いてきたんだろ。この村には水がある、食料もたっぷりある、力のあるやつがこれを奪い、そして生きていく。暴力が支配するんだ。なあ、あんた名前は？ケンシロ。俺と組まねえか？ バカ野郎、気取りやがって。返事ぐらいしろよな。
ありがとう。生き返ったよ。でも大丈夫か？こんなことをして。俺はケンシロウ。お前は？そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。まあ、もっとも無理はねえけど、親兄弟を野党に目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。生まれてこなかった方が良かったんだ。辛いか。おい、何の真似だよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。立て！長老が変えられた。ジラベロ、ジードの一味だったら体のどこかにジードの入れ墨があるはずだ。北斗七星、死を司る星、不吉な北斗現れるところ、乱あり。食料を奪い取れ。げ、こんなところまでジードの奴らが。ケン、逃げれば勝ちだって。
殺してやる。その名を北斗神拳。中国の内部の計画を一瞬に際与え、内部の破壊を刻意とした一撃必殺の剣法。殺してやる。なんだてめえは。 あの村に居座らねえんだ。よう、待ってくれよ。俺は待っとってんだ。北斗現れるところ、らんありと言ってな。剣は我々のために、この村のために出て行ったのじゃ。